い、こんにちは、豆と申します。ノエシス、嘘をついた記憶の物語実況プレイ、続きやっていきたいと思います。暦のことをね、生徒会長さんに相談しようと思ったらね、3度尋ねなさいということになりましたので、続きやっていきたいと思います。ドカン。頭部に激しい痛みが走り、俺はその衝撃で目を覚ます暦かな。ついに、第3次世界大戦が始まってしまったか。貴重な青春の途中で俺は学生兵士として召集されるのだ。グリーンの飛行機に赤い日の丸を背負い、その命の炎を燃やす。俺たちは風の中で、カオケみたいな、コックピットは暴風を溶接されて、もう生きて外に出ることはできない。だから俺はエンジンのスロットルを最大まで引き上げ。で、なんでここ真っ暗なんだよ。下から、くぐもった暦の声が聞こえた。混迷しぐれ。ぐいっと足を引っ張られる感覚。どうやって起こされてたんだ。俺は突き刺さっていた天井裏から引き抜かれ、そのままベッドに叩きつけられた。起きた？相変わらず容赦のない起こされ方だった。もっと優しい起こし方はないのかよ。天井にぽっかり開いた穴を指差し、俺は抗議の声を上げる。ちゃんと起こしたよ。しぐれが全然起きないんだもん。天井を突き抜けるとか、窓突き破るくらいはいくらなんでも、ちげえだろ。ああ、それじゃあ、時間になったら起きられるように、目覚まし時計を頭に埋め込むなんてどうかな。確かに小弓は、枕元に転がる金属製の目覚まし時計を手に取った。小弓、おめえ、世界で一番優しいぜ。ああ、はいはい、ご飯できてるから、着替えて降りてきてね。いつものように軽く流すと、小弓は開花に降りていった。さて、ポスターで穴は埋まるだろうか。窓に貼られていた段ボールといい、俺の部屋はだんだん、荒廃していく一方だった。はい。あらま、かわいいゆきちゃん。あ、おはよう。いつものようにココアを片手に分厚い本を読むゆき。昨日はこいつと語らっていたから寝るの時間が遅れたのだ。でも彼女はいつもと同じように早起きをし、本を読む余裕すら見せている。とても同じ血が流れているとは思えなかった。さてと、学校に行かなきゃ。時計を見ずにゆきはそのまま立ち上がる。人を時計代わりに使うんじゃない。お兄ちゃんじゃなくて、小読みの起こす時間が正確なんだよ。そうだよ。そのせいで私、部活の朝練参加できないんだから。いや、俺のことは構わずに部活に行って構わんぞ。学校サボる気だ。お兄ちゃん絶対学校来ないでしょ。左右からとてもひどい言葉が飛んできた。朝から恐ろしいステレオ攻撃だ。その後、暦から俺がいかに学校生活を真面目に送っていないか説教され続けながら家を出る。暦の周りを気づかれるように探ってみたが、結局人形はどこにもいなかった。ああ、もう、いつもと同じ時間になっちゃったよ。いつもと同じ時間とは、そう、いつもと同じ、遅刻ギリギリの時間ということだ。俺が、暦が俺に説教ばっかりしてるからだろ。本当のことだもん。言われてるうちが花だって気づきなよ、しぐれ。若いうちしか怒られないんだよ、知ってた？歳を取るとね、そういうダメな部分ってさ、一目でわかる場所に出てくるんだって。そうするともう、社会から弾き出されて、いらない人間の役員をされちゃうの。朝から恐ろしいことを言うんじゃねえよ、小読み。やめてくれ、そんな。自分の未来を暗示させるようなことを。大丈夫だよ。幼馴染のよしみとしてリストラされてもご飯くらいは作ってあげるから。毎朝だぞ。え？毎朝、でも、いいよ。本当に本当に毎朝だからな。ふふ。小弓ちゃんはとてもとても優しいので、中年になって会社から必要とされなくなったしぐれでも、ちゃんとお世話してあげるのです。あー、でもそれって今と変わんないよな。世話されてるという意味では。どうしたんだ、小弓。顔が赤いぞ。変なものでも食べてお腹壊したのか？
鉄の胃袋を持つ暦だからあまりそれは考えられなかった。暦を暴走させる簡単な条件もあるのだが、今の季節ではそれも考えられない。しぐれが変なこと言うからだよ。ちゃんと大人になったら立派な人になるんだよ。わかった？いや待て暦、この世界に生きている自分って仮の姿だと思わないか？きっと本当の自分は他にいて、今の俺はそいつの見ている夢なんだ。本当の俺はもっとファンタジックな世界にいる。ドラゴン討伐のために王様から派遣された勇者なんだ。そうだそうに違いない。ついでにファンタジーの世界だから中年になることもないんだろう。しぐれ、かわいそうな人を見る目でこちらを見つめている暦。本当にあっちの世界に飛んだら、剣一本で動くビルみたいに大きさのドラゴンと戦うんだよ。王様が派遣した鋼鉄製の鎧で武装した兵士も炎をゴーゴー吐くドラゴンに勝てないんだよ。消し積みにならずに倒せる自信あるの？ドラゴンの城に火をつけるからバッチリだぜ。ラスボス放火で葬らないでよ。相手は所詮二足歩行できる爬虫類。人間様の知恵の前には夏のコンクリートで干からびたトカゲみたいなもんだ。あーすごい今日。火を吐く方がよっぽど卑怯だ。バサバサ飛ぶかもしれないよ。そしたらスズメバチを消しかける。容赦ないねしぐれ、いくらドラゴンでもそれは死ぬよ。ははは、どうだ、やっぱり俺は勇者じゃないか。でもね、散々苦労してドラゴンを倒しても、しぐれの手柄はすべて王様に取られて、お役御免でポイ捨てされちゃうの。向こうの世界に行ってもしぐれはやっぱりリストラ中年に。勇者とはいえ、所詮雇われ、勇者とはいえ、所詮雇われの身は弱いものだよ。なんていう夢の話をしてるんだよ、君たち。校門の前に下限な表情を浮かべた遥かが立っていた。朝っぱらから神器臭い会話で盛り上がるな。そのため息が彼女から漏れた。珍しいね、遥かがこの時間に、この時間なんて。私は誰かと違って、ちゃんとアソレンに参加しているよ。だけど、今日は、時間を調整してここで待っていたの。一瞬、遥かは視線をこちらに動かした。昨日の生徒会場とは一見、はるかにメールで報告済みだ。おそらく人形を警戒してのことなんだろう。やっぱり少し近づいている。彼女の唇がそう動いた。俺は後ろを振り返り、通り過ぎた拷問を見つめる。吹き抜ける生暖かい風だけがそこにあった。なんかメリーさん、みたいですね。なんか夏目であったじゃないですか。いつか印だっけ？なんかあったな。なんかそれみたいですね。影。でも当事者は、あ、そっか。影に、なんか当事者が影に当たったらなんか食われちゃうみたいな。そんなんがありましたよね。あんたはマヤじゃない。昨日と同じように生徒会長は屋上にいた。その瞳は憂いを帯び、長い髪をそよぐ風に任せている。背中は屋上のフェンスで支え、力なく彼女は遠くを見つめていた。その姿は人形のように美しく、そして正気がなかった。いきなり何を言うかと思ったら、物憂な表情をそのままで、彼女はこちらを振り向くことなく言葉を紡いだ。よく私の名前を知っていたわね。マヤ、それが生徒会長の名前だ。でもあんたはそうじゃない。尋ねろってそういう問題だったんだろう。馬鹿正直に3回来るだけなら、あんたは俺を退けたはず。だからわざと回数を言った。まあ、合格ってところね。そう、私はマヤではない。シアよ。でもね、私の秘密を知ってしまったということは、あなたが守らないといけない約束も当然理解してるわよね。ああ、このことは誰にも喋らない。と言ってもすでに見抜いてる奴には話すけどな。それで構わないわ。この学校に何人か普通じゃない人がいるもの。あ
相手が私のことに気がついているように、こちらも相手のことに気がついている。それでいいと思うわ。あなたがこれから話す案件は、きっと特殊なものでしょうから。だから少し試してみたの。私のことを見抜けるか、見抜けないか。本当は瞬時に気がついて欲しかったけどね。でもまあ、あなたがそんなに勘が良かったら、今回私を探す羽目にはならなかったでしょうけど。しぐれだ。なんて呼べばいい。先輩でいいわ。ただ、人前でシオとは呼ばないでね。いろいろ困るから。それで、要件は人形でいいのかしら。まただった。この人は俺が話す前に全てを当ててみせるのだ。どよどよと広がる空には、薄暗い灰色の雲が立ち込め始める。4月にしては妙に冷たい風が周囲を凍らせるように俺の毛を逆立てるのだ。雨が降るかもしれない。続きは、屋内で話しましょう。美しい黒髪がそよぐ。魔女、そうとしか形容できない、怪しさ。それを先輩はまとっていた。もし私に会いたいのなら、この部屋にいらっしゃい。大抵はここで過ごしているわ。扉の上に取り付けられた札には、昇華が殴り書きされたような、生徒会室の文字があった。倉庫よ、ここ。昔の生徒会室で、今は使われていないの。この学校、空き教室多いでしょ？だから勝手に使わせてもらってるの。この学校にはね、昔1000人も生徒が通っていたそうだわ。でも今は、600人程度しかいないの。空き教室は増えるばかり。この部屋にいると、いたかもしれない生徒たちの、幻影が見えて、とても寂しい気持ちになるのと同時に、不思議な温かさがある。ここはね、あったかもしれない、こうなるはずだったかもしれない未来が感じられる場所。だからかしら。妙に落ち着くのは。岩礁に吹けるほど時間がなさそうなんだ。吹けるほど、さっきの続きを頼む。なぜだろうか、先輩が話した一瞬に心がそわそわとする違和感を覚えた。あったかもしれない未来、その言葉が俺の過去の記憶を優しくくすぐったのだろうか。千夜先輩は乱雑に並べられた机の一つに手をかけ、浅く椅子に腰掛けた。それから自分のもみあげをくるくると指で巻き取り、そのまま滑らせるように髪を払った。美しく舞う黒髪は、キラキラと曇った空から少しだけ伸びる光を吸収し、あたりを白く輝かせる。思わず認めれてしまうような動作の後、その重い口は開いた。幽霊よ、あれ。遥かの言った通り、普通ではない相談に乗ってくれるようだった。先輩は死人とだって会話できるんだよな。一瞬彼女は怪訝な表情を浮かべた。話が聞くと思うの？幽霊が？死人と幽霊というのは少し違う。幽霊ってすごく定義が曖昧なのよ。だって見えないんですから。だから頼んでるんだろ？あなたは見えないのに、どうして幽霊がいるって分かったのかしら。ジョバスの部長に霊感があるんだよ。だから暦に取り付こうとしている人形を教えてもらったんだ。助けてやってほしいって。幽霊というのはね、誰でも見えるわけじゃない。だからそこにいると言われたら否定することはできないの。それと同じようにいないということも否定できない。もう少し俺にわかる言葉で喋れよ。つまり遥が嘘ついてるってことか？私はね、あなたに話をしているの。誰も、遥かって子の話なんて出していない。幽霊とはね、死者を代行する者のことを指すわ。幽霊は、死人の意思を届ける。死人は死んでしまったのだから、この世にはもう存在しない。だけどね、私たちは意もしない。死者の言葉に心を動かされてしまう。それは闇の中から届く言葉。無が私たちに語りかけてくる。それが幽霊。幽霊が存在するだけで、あなたの生活は乱れ、
困惑し、他者に救いを求める。気がついているんでしょう。小読みさんを追いかける人形の正体。ドクンと心臓が高鳴った。あなた、なんてものを呼び寄せたのかしら。あれだけの負のエネルギーを溜め込んでる奴なんて初めてよ。しぐれくん、あなた多分死ぬわ。薬と、そう彼女は微笑んだ。俺、昔妹に聞いたことがあるんだ。幽霊ってこの世に存在するのかって。自分の死後ってどうなるのかわからないけど、俺たちは数千万年経つと天然ガスになるらしい。俺が幽霊なんて意もしないものに殺されるなんて絶対ない。誰も幽霊になんて言ってないでしょ。チア先輩はまたそうやって俺をからかうように微笑み続ける。でも待てよ。どうして俺だとわかるんだ。人形、幽霊が見つめているのは小読みのはずだ。だから、俺は小読みが一番危ないと思っていたのに。私が見ているのは、あなたの残りの寿命だけよ。きっとしぐれくんは近いうちに死ぬの。でも安心しなさい。幽霊が小読みさんに危害を加えることはないと思うから。でもね。しぐれくんには、どうだか保証できないけど。しぐれくんの耳元で、鳥かな、カラスかな、ちょっと見えないな、の羽音が聞こえてもあなたは驚かない。それでもそれが爆弾の炸裂音だったら、きっとしぐれくんは驚く。甘く考えているのよ。脅威というのは、気がついてからでは手遅れなの。しぐれくんがもし、虫くらい小さかったのなら、あなたは鳥の接近に気がついて次の瞬間食べられてしまうわ。あなたを食べようと近づくカラスの羽音が聞こえる。バサバサとあなたの周りを回り、いつ噛みつこうかと舌なめずりをしている。当然小読みさんには危険はない。だけどね、しぐれくん、生命の危機を感じたら私に相談に来なさい。話くらいは聞いてあげるわ。底意地の悪い魔女は俺に魔法をかけた。疑心暗鬼という黒魔法だ。だからたたりだって。第1回小読みちゃん救出作戦会議は波乱に満ちた、船出だった。まず夕飯を作っている小読みには聞かれてはならない。次に微妙に雪のテンションが上がっているのだ。なんかただられることしたっけ。いやーほら、それはわかんないけど、生徒会長さんが言った言葉の中にヒントがあるんだよ。ほう、あの尻滅裂な中に、か？考えるのもめんどくさいので、結論はユキに委ねた。もう幽霊の話はうんざりだった。いるかいないかは重要ではなく、確かに脅威が存在する。そしてまだそれに怯える段階ではない。そして解決するためにはきっとタイミングが重要。その時に再び生徒会長さんに相談しろってこと。まあ放っておいて問題はないってことだろ。そうとも言うね。あのさ、少し気になったことをユキに尋ねる。幽霊ってなんだ？俺の言葉をユキは優しく受け止め、後悔した。まだここにいるよ。わかった。そういうこと。じゃあどうして幽霊はいるだけで災いをもたらすんだ？まだここにいるから。昔の人は生きるものと死者の住む場所を明確に分けた。死者の住む場所はもちろん墓地。重要なのは一箇所にできるだけ固めるということ。死者が自分の住む世界を抜け出すと、ゾンビやドラキュラ、動く屍になって人間を襲うと考えられていたから。墓地という限定された場所に留めておる、溜めていれば、あとは、そこ一箇所だけを見張れば、死者をコントロールすることができる。人は知らず知らずのうちに、怖いことや理屈で割り切れないこと、つまりこの世界の、この世の理不尽さ、すべてを死者のせいにしてしまったのかもしれないね。
幽霊はきっといると思うよ。だって、幽霊を見たことがある人が幽霊はいないって言ったことがないんだもん。幽霊を見た人間がいるんだからいるってことでいいんじゃないか。何もそこまで深く考えなくったって。もしも幽霊がいなかったら、この世は大混乱だよ。人間の魂っていう概念が消えてなくなってしまうのだから。魂がないのなら、人が死んだら生ゴミとして収集日に出していただろうし、人肉だって貴重なタンパク源なのだから、その死体をみんなで食べていたと思う。実際猿は仲間が死んだら、物陰にポイ捨てするし、もったいないから食べてしまうこともある。でも人間はそんなことをしない。死者に対しての追憶、尊厳があるかどうか、そこで初めて人と猿は分かれた。幽霊はいない、魂は存在しないと主張する人々ですら、自分が死んだ後切り刻まれたり、水洗トイレに排泄物と一緒に流されたら、きっと嫌な気分になる気分だと思うよ。伸びた髪や切った爪をゴミ箱に捨てるのはいいのに、それが死体だとみんな拒絶反応を起こす。魂がないというのなら、死んだ後はない。アミノ酸の化学反応が終わった状態なのだから、何をされたって構わないはずなのに。みんな心の底では信じてる。人に魂があって、この世には幽霊がいることを。おーい、ご飯できたよって。なんでしぐれ寝てるの？さあ、私にはさっぱりわからないかな。ちょっと寝ないでよ、しぐれ。ガクガクと暦に肩を揺さぶられ、俺は薄い。眠りの淵から叩き起こされた。俺は瞬時に目を開き、勢いに任せて体を うねる。ヒュン。高速を越えた衝撃波が耳元をかすめ、1メートル離れた壁際にある花瓶を座った。暦がデコピンをしようとしたのだ。風圧で髪が壊れたの？あぶね、死ぬところだった。そんな。オーバーだよ。ただのおでこをピンってしようとしただけだと思ったのに。シア先輩の唇ツーンは甘んじて受けるが、小指のデコピンは最悪頭蓋骨が砕ける恐れがある。こいつの腕力は普通ではないのだ。はい、ゆきちゃんと何の話をしてたの？悪気はなさそうにいたずらっぽく聞いてくる子よみ。人形の意見はバレていないようだ。お化けはなんで怖いんだろうなって話。すごいフレンドリーなお化けもいるかもしれないよ。すげえフレンドリーなガの幽霊がいたらお前を友達になれるのかよ。ガータンとはちょっと無理かな。ガータン。暦は虫全般が苦手だった。悲鳴を上げながら殺虫剤を撒き散らすので、それだけでこの家は、一騒動になる。お化けシーズンは夏でしょ？今、4月だから寝てるよ。さあ、ご飯食べよ。よくわからない会話を切られ方をして、俺は手首をつかまり引っ張り起こされるのだった。食卓に向かう途中、ユキがテレビのチャンネルをピコピコ変え始め、ニュース番組を見始める。ニュースはこの家から電車で、15分くらいの繁華街で起こっている連続通り魔事件を流していた。まだ続いてるんだね。リモコンをテーブルの上に静かに置くと、ユキは、ご飯茶碗と箸を手に取り、誰に言うでもなくそうつぶやいた。置かれたリモコンはテーブルの外、周りときっちり平行になるように整えられ、ユキの几帳面さを伺わせる。箸に添えられた指もまた正確で、持ち方について一度も彼女が怒られているところを見たことがなかった。今年に入ってからずっとだろ。よくもまあ犯人は捕まらないで頑張ってるよな。椅子をガタリと引き、俺は乱暴に腰掛ける。手に取った箸を年配のご婦人に見られたらきっと罵声を浴びさせるだろう。兄弟とはいえ、俺とユキの性格はかなり違っていた。他人事じゃないよ。ここからあんまり離れてない場所だよ。
小読みとか部活終わってから友達と遊んだりするよね、あそこで。うん、はるかとよく帰りに寄るよ。服とか買えるのそこだけだし、はるかの家も近くにあるしね。連続通り魔事件の報道が始まったのは今年に入ってからだった。週に一度か二度、ポツポツと通り魔が現れるのだ。それは4月に入った今でも続き、犠牲者の数は膨大なものになっていた。何でも手口は複数あるらしく、組織的な犯行ではないか、そういった見方もあるくらいだ。そして一番重要なのだが、通り魔は金品ではなく、被害者の命、それを狙っているのだ。これだけの数の被害者が命を落としているのに、犯人は捕まることはおろか、その目星すらついていないというのだ。謎の多い事件だった。被害者はみんな夜中に出歩いて襲われてる。夜中に外に出なきゃいいんだよ。これだけ捕まらない犯人なんだ。よっぽど人目を気にしていて、昼間は絶対行動を起こさないさ。だといいんだけど、やっぱり心配だよ。ユキは少し涙目になりながら、箸でサクサクとハンバーグを刻む。切り取った肉片を掴むのもこれまた上手で、一かけらも皿に残すことなく口へと運んだ。対する俺は、ポロポロと肉と刻んだ玉ねぎに分かれ、そいつらはよっぽど皿が恋しいのだろう。テコでも動かんとばかりに白い陶磁器の表面にへばりつく。俺のハンバーグは肉と玉ねぎの仲が悪いだけではなく、皿と三角関係という複雑な人間模様を描いていた。何？そのハンバーグの人生を思い描こうなんて、思い描いていそうな表情が。眉間にシワを寄せて、皿を睨む俺に小指は下げすんだような視線を、よこす。小指の箸さばきもまた美しいの一言だった。食べ方は汚いけど。俺も小指たちを、小指たちの真似をしてぐっとハンバーグに力を込める。ビチンとひき肉が弾けてピシピシと顔の表面を叩いた。まるで小指とユキの箸から食べ方が汚い、そう怒られているみたいだった。なんでお前たちはそんなに器用に箸が使えるんだ？お兄ちゃんの箸の持ち方が悪いからだよ。おう、悪いね。うん、悪い悪い。ユキの持ち方が綺麗なのはわかるけど、どうして小指まで綺麗なんだよ。不公平だろ。つうかお前、こっち側の人間だろ。俺は箸を小指の顔に向けて抗議した。そういえば私とユキちゃんの箸の持ち方、同じだよね。正しい箸の持ち方だから、そう見えるだけだよ。お兄ちゃんだけ変なんだから。今更変えるっていうのも無理かもね。このままでいいよ。どうせこれからもご飯作るのは小指なんだし、お前にしか見られないし。小指はなぜか顔を赤くしていた。何か俺まずいこと言ったか。いやー、天然のたらしですね。ごちそうさまでした。ガタッとわざと大きな音を立ててユキが立ち上がる。彼女はなぜか不機嫌そうだった。俺なんか言ったか。どっちかって言うと盗んだかな。ユキちゃん、泣きそうな顔になりながら小指はユキにやめてと懇願している。さっぱりわけがわからない。なんでもない。そう言い残し、ユキは食後のココアを作りにキッチンへと引っ込んでしまった。しぐれ、ユキちゃんの言ったことは全然気にすることないんだからね。ここ数日の暦の態度は明らかにおかしくなり始めていた。テレビのニュース番組はいつの間にか終わっており、芸人たちが楽しそうにご飯を食べるものに変わっている。すごいね、ホットドッグ。鼻から入れて耳から出したよ。そんなことできるのか。ごまかすように小嫁は今やってるバラエティ番組に笑いをそらした。よくそんな惨状を目の当たりにしながら飯が食えるな。そういやさ、さっきお前なんで慌てて。餃子！小嫁は俺の耳をくるんとひっくり返し餃子の形を作った。おい、ごましかしてんじゃねえ。あ、もう。こらやめろ、俺の耳を食うな。汚いだろ。うわ、よだれついた。小嫁の薄汚いよだれがついた。なんでだよ、しぐれ。普段は釣り目の可愛い女の子に踏んづけられて見下されながら唾を吐きられたいって言ってるじゃない。それは二次元に限ってのことだ。去年の七夕の短冊にもそう書いてたじゃん。小嫁ちゃんの唾液は汚いって言うの？なんだろう。ひどーい。
って、殴んなよ。いつも力まく、腕力に訴えるなんて卑怯だぞ。その時、義経少しも騒がず、ブンと殴られる俺を横目に、ユキは静かにココアを口につけていた。部屋の明かりは消え、あたりは真っ暗だ、暗闇だったっていうところで、ちょっと今回はここで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイチー。